では DNA の複製について、 DNA の複製、例えばこんな風な DNA があったとすると、これをどうやって複製する、これどうやって複製するかっていうと、まずはこれをこんな風にほどくんですね。水素結合がブチブチブチって切れてほどけます。でほどけて DNA ポリメラーゼっていう、ポリメラーゼっていうのは作るやつって意味ね、 DNA ポリメラーゼが、DNA を複製していくんですが、 DNA ポリメラーゼっていうのは困ったやつで、 DNA ポリメラーゼっていうのは困ったやつで、プライマーの3プライムの末端にこう新しい材料をつなげていくことしかできないんですね。プライマーっていうのは短い RNA や DNA のようなもんで、 DNA ポリメラーゼが働く、足がかりみたいなものです。 DNA には方向性があって、例えば3プライム、5プライム、5プライム、3プライムにしましょうか。 DNA には方向性があって、例えば、ここにプライマーがついて、こう DNA を伸長していく、これはできますね、これはできます。こっちが3プライマッタ、3プライマッタにちょこ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 って DNA の材料をつなぐことはできます。だけどこっち反対側には DNA、 新しい DNA を伸ばすことはできません。なんでかっていうと、5プライムの方向に、こっち5プライムだよ、5プライムの方向に何かをくっつけることは DNA ポリメラーゼはできないからです。じゃあどうするのかっていうと、この根元にプライマーを設置して、こう DNA 差を伸ばしていきます。こっち反対側も同じ。反対側も3プライム方向には鎖を伸ばせるんだけど、反対側にはこれ伸ばせないから、根元にプライマーを設置して、こう伸ばしていきます。でもっと複製が進むと、3プライム方向はいいんですよ、どんどん伸ばせるから。だけど反対側の5プライム方向はどうするかっていうと、ね、こっちどうするかっていうと、やっぱ、ね、これビリビリビリって持って破けるから、ビリビリって持って破けてるから、ね、反対側どうするかっていうと、もっと破けたらもっと根元に新しいプライマーを設置してまた DNA を複製していくんですよ。反対側もくるっと反転させた同じことが起きてます。3プライム側は、3プライム側はずっと続いていけるんだけど、5プライム側は新しいプライマーを何個も何個も必要とします。で、これもっと複製が進むと、こっち3プライム側はどんどん進めばいいんだけど、5プライム側はこんな感じ、ね、5プライム側はいち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 また根元にプライマーを置いていかなければなりません。こんな風に複製が進んでいきます。だけど最終的にできるものはちゃんと3プライム、5プライムに沿ったね、沿ってできるのは、こっちが5プライム、こっちが3プライム、ね、5プライム、3プライムに沿ってできるのは、こっちが3プライム、こっちが5プライムというふうに、ちゃんとした方向性を持って完成品は、3プライム、5プライム、5プライム、3プライム、5プライム、3プライム、3プライム、5プライムっていうふうに、ちゃんとね、2本、方向性を持った DNA がちゃんと2本できるようになってます。確かに、5プライムからずっと行けば、ちゃんと3プライムに行き着きますよね。で、ここら辺のね、途切れたところは、こんなところ、途切れてるところは、DNA、リガーゼっていう酵素が、つなぎます。そして、こんな風にずらーっと長い鎖、ね、これはもうストップすることはありません。もう複製が始まった時からずーっとストップ
することなくずっと突き進める、ほどければほどけるほど突き進む、こんな風な鎖はリーディング鎖、リーディング鎖といって、それに対してめんどくさい新しいプライマーを設置してちょっと伸ばして、新しいプライマーを設置してちょっと伸ばしてっていう、ちょっとね、めんどくさい伸び方をする、ね、めんどくさい伸び方をする鎖は、じゃあ、ね、リーディング鎖に比べて、めんどくさいからちょっとタイムラグがある、伸びるのにタイムラグがある鎖って意味で、ラギング鎖、ラギング鎖って言います。で、ラギング鎖も、一個一個のこの断片のことを、岡崎フラグメントなんて言ったりします。ね、断片のことを、岡崎フラグメントと言います。こんな風にね、DNA の複製は方向性に注目してみると、ね、ちょっと、面白い仕組みが見えてきます。ね、ポイントは、DNA ポリメラーゼは、プライマー、これプライマー、プライマー、プライマー。ね、プライマーの3プライム、プライマーの3プライム方向を伸長することしかできない。だから、リーディング差の反対側はいちいち根元にプライマーを置いて3プライム方向に、ね、ちょっと伸ばして、またプライマーを置いて3プライム方向にちょっと伸ばしてってことを繰り返すしかない、ね、こんなふうな、DNA 複製の問題点と解決策、この2つを、ね、しっかりチェックして DNA 複製、ね、ここまで、ね、しっかりバスターできるようになりましょう。